諸君、日本は人民のものであって天皇のものではない。さらに軍隊のものでもますますない。人民万歳。おい、大変だ、国民会が来たぞ。綱野郎、つまみ出すぞ。来い。おう。これが大事なんだ。オイルタンクとエンジンの関係について説明しよう。エンジンのデザイン上、ガソリンはまずオイルポンプによってキャブレターに送られ、そこで空気と混合された後、エンジン部に送られ、死ぬ野郎、出ていけ。そんなことはしたいかん。日本の学校は死ぬ野郎のためにあるんじゃない。出て行きなさい。お前ら、ずずしいぞ。何？あんたたちどういうつもりよ、人に乱暴するなんて。あ、いい度胸だな、貴様誰だ。私は山田光子って言うのよ。あんたたちなんか全然怖くないわ。いいだ、聞け。お前らが誰だろうと知ったこっちゃない。三つ数えるうちに出ていけ。1、2、3。先生、船越先生、黒龍会の指導者よ。おお、もう喧嘩終わったのか、こんな早く。武力じゃ問題は解決できないと言ったのが分かんないのか、お前らは。渡辺教授、申し訳ありません。手を抜いてもらったんだから礼を言わなくちゃ。